写真拡大。パシー S ファースト S 第2戦、ソフトバンク楽天、6日、ヤフオクドーム。1点を追うソフトバンクは初回西から柳田が2間の124キロスライダーを右中間スタンドに運ぶ1号ソロで同点に追いついた。西走者なしから右中間のホームランテラス席に運ぶさすがの怪力を見せつけた。打ったのはカーブです。打った瞬間詰まっていたので入るとは思わなかったけど入ってくれてよかったです。すぐに追いつけたしもう負けられないので次も打てるように集中していきたいです。柳田の本塁打は9月1日の西武戦メットライフ以来。初回にいきなり先制を許して嫌なムードが漂う中でヤフオクドームの雰囲気を変えるのに十分な最高の一発だった。楽天は1・1、3塁からフラッシュの3ゴロの間に1点を先制していた。